イソッチの自己肯定感低めラジオ。皆さんこんにちは、イソッチこと磯村智美です。こんにちは、ニックネーム募集中、橋本優希です。ですね、この番組は、はい、自己肯定感が低空飛行な2人が発信する心を育む系ウェブラジオです。ニックネーム、私思ったんです、橋本から取んなくてもいいような気がするんですよ。例えば、ブレイブルーの森ピーとかはシャモジっていうニックネームもあるじゃないですか。あるね。ギルティギアのアバっていうキャラクターが連れているパラケルスっていう鍵がいるんですけど、その鍵の声を、若きの森ピーが入れていて、自画像がパラケルスになって、なんでこれシャモジみたいになったところからシャモジピーとか言われるようになったんで、そういうアプローチもありじゃないですか。だからそういうのもそのうち何かこの番組でトロしたことによってなっていくかもしれん。もう10回ぐらいやったらヒントがだいぶ出てるかもしれないな。そう。ただ一個言っておきたいのが、会社名を入れとくと会社辞めたらどうしようっていう不安がある。ああ、違う事業を例えば立ち上げちゃったとかね。そう。そうなったらまた改名しなきゃいけないから。うん、そうか、入れない方がいいのか。ソルはじゃあ。ソルバットガイみたいになっちゃったじゃない。ちょっとかっこいいけどね。なんか今ギルティギアの話してたからなんです。あ、今ちょうどアンケートね。そうなんですよ、ラジオネームがね、前回どうしようかって言って我々だけで決められなくて、まあ来週までにはもうアンケートともね、ちゃんと結果出てますんで、これどれぐらいのね、1週間ぐらいラグがある、ちょっとそういうつもりで聞いていただけたらなと思うんですけど。そうですね、まあ、その代わり枚数取ってるんで、その時ナウイイソッチが出てくるんじゃないかっていう。映像の番組とかって結構やっぱラジオとかでも2本撮りとか2本ぐらい撮るよ ね普通だと、私がやってきたラジオはゲーム番組だったので、なんか4本撮りとかだったんですよ、1ヶ月それでみたいな感じだったんで、なかなか、ね、なんかこう予測して話すところも出てきちゃうよね。そうなんですよね、どうなってるんだろうとか言って、まあ、アップデート情報とかがあるようなタイトルではなかったんで、まだそれは良かったですよね。でもね、僕とね、イソチーがお仕事してた時は、未来予想図を広げまくってたから、あ、途中で変わったみたいなの結構あったんですよね。あ、これもね、リモート収録がやっぱ難しいですから。いや、これね、だいぶしんどかったね、第1回は。あれは0回目の反省点を生かして、橋本さんがこうちょっとマイクに寄ってみたらすげえ大きくなっちゃったみたいな。そう1回目はイソッチが大きかった。そうなんですよね。なんか1回ずつ0回目か、またちょっと改善してやっていくんで。ところで、はい、新しいゲーム実況がアップされてたじゃないですか。そうなんですよ、唐突にね。ヘルテイカースチームで配信されているパズルゲームなんですけれど、なんかね、キャラクターがすごい、私あのパンティー&ストッキングウィズガーターベルトっていうアニメーションすごい好きで、なんかあれに近いキャラデザというか、その中でも私、デーモン姉妹がすごい好きだったんで、それじゃんみたいな。でもイソッチはね、もういろんな悪魔の声を演じてるっていう。辛かったですね。こんなに出てくると思ってないっていうか、初見でやってて、はいはいはい、あ、もうこれ以上低い声出ないかなと思ったら、おおみたいな。あ、イソッチ先に出しちゃったなみたいなやつはありますよね。後半がですね、いっぱい出てきて、みんながね、あ、君と君はちょっと同じ画面出てこないでくれるから、声質がね、すごく似てるんだみたいな。後半聞き応えがありそうですね。自分で改めて今再生したくなくて編集してないんで。あるあるだわ。そうだ、なんかね、撮り直してもいいんですけど、撮り直さないこの流れで勢いでやっちゃってる方が面白いなって思ったんで、いや、そうだと思うけどね。1回目もこんなんダメだ、マネージャーが見たらなんだこの初見力って言われるとか思って、このままではでも一生出せないと思ったんで、編集がなんとなく終わりそうだなって思った時に、こんな時間なんですけどってアップしますってもう言っちゃったんですよ。あれがないともう多分出せなかった一生。お蔵入りになってる。ほら、自己肯定感が低い。マネージャーさんが、ね、セキロの映像ってとか言い出して、あれ、ちょっと待って、私の見てんの、ちょっと待ってって。いや、でも普通に考えたら、まあ、見るんじゃないの。一応ちゃんと社長にね、とかはもちろんいただいて、始まりましたっていうのをメールするかすっごい迷ってしなかったんですよ。しないんだ。まあいいかって、
だでも一応ちゃんとこの橋本さんとのラジオをやりますっていうのは、うんうん、年明けぐらいに言ってあったじゃないですか、うん、許可を取ってて、ねねうん、あの YouTube 版の方はこちらに入れますっていうのはちゃんと言いました、うん、じゃあ事務所公認なんでね、もう公認ですよ、ちゃんと全部私は許可取るタイプだから。いやよかった、闇なんとかになってたら大変だった。いや大丈夫です、大丈夫です。じゃあね、このマックミックさん公認のこちらのラジオも頑張っていきましょう。はい、それでは始めていきましょう。ひとっちの自己肯定感低めラジオ、エゴ解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。改めまして、イソッチです。橋本です。お便りの時間ですよ、読んでいきましょう。じゃあまずはふつおたから、ラジオネームしおしおのパーさん、ありがとうございます。しおしおのパー、イソッチさん、橋本さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。第0回楽しく聞かせていただきました。自己肯定感低めの自分もこのラジオを聞き続けて自己肯定をどんどん高めていきたいと思っております。あ、いい心がけ。何かと大変な昨今ですが、お二人のラジオを日々の楽しみの一つにして乗り切っていければなと。そんなに そんなに効果はないかもしれないけど、まあお二人とも健康に気をつけてラジオ頑張ってくださいということで、いや、応援のメッセージですね。ありがたい、嬉しいですね。嬉しいです。ラジオネーム、イソッチさんの演技大好き、かっこたかさん。本当にありがとう。そんなこと言われること稀だからさ。やばい、自己肯定感低いところが出てしまう。イソッチさん、ハッシーさん、ひくらじは。ひくらじは。ハッシー言われてますよ。ハッシーも1票入りましたね。あ、ちょっと統計取っといた方がいいんじゃないですか。確かに、あとで正の字書いておきます。第0回拝聴しました。ひくらじでは、ブルラジや下月学園放送部かな、これ。ゲーム実況とも違う磯地さんにドキドキが止まりませんでした。自分はバカテスの桐島翔子さんを演じられた時からファンなのですが、ありがとう。ブレイブルーの誠七夜の CV も磯地さんがやられていると知った時は本当に驚きました。ありがとう。普通ありがとう入りました。真逆なキャラクターを同じ人がやっているとは本当に信じられなかった。というより、声質も変わっていて同じ人の演技だとは分からなかったんです。磯地さん本当にかっこいいを一人で10分くらいつぶやいていました。すごい長いよ10分って。これからのコーナーでは心理テストもするということで、今から第1回放送を全力待機します。長文になりましたが、まだ新型コロナのニュースが絶えないので、お二人とも健康には気をつけてください。お二人の活躍を楽しみにしています。それでは。あらあら、ありがとうございます。それだってかなり前からのファンってことですよね。そうですね、マコタもうんうん、しょうこも同じような時期に、多分誠が若干早いんですよ。プレイヤブルではなかったんですけど。あ、そっか、そうか。そうなんです、そうなんです。ノエルの同級生として過去の話でちょろっと出てきて、うん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 、でまさかプレイヤブルになるとはねっていう。プレイヤブルになってくキャラクターが多いもんね、後からね。そうなんですよね。意外。それは髪の毛違う。急にプラフォードが。なんか俺誠の方がもうちょっと後な印象があったけど、逆なんだね。そうですね、一番最初のカラミティトリガーの家庭用版が出た時なんで、うんうん、俺プレイアブルになってからしかやってないからかな。あー、そうか、そうかもしれないですね。しかもノエルが、うんうん、アストラルフィニッシュかディストーションフィニッシュで決めないと入れないルートかなんかがあって。あ、そうなんだ。じゃあもうだいぶレアキャラだったのか。それで見れるルートだったはずなんですよ。でもそこからね、人気が。そうなんですよ。高く待っての南半球さんデビュー。そうなんですよ、まさかあんなね衣装になるとは思わなくって、2回目ぐらいの収録の時に、うん、誠は実はプレイヤブルになるんですみたいな話をしてくださって、はいはい、衣装のラフみたいのも見せてもらったんですけど、あの今で言う狭間上司なんで、狭間さんは、うんうん、なので黒いロングコート着てて、はいはい、着てる着てる、うん、あの黒い短パンっていうか、あ、でネクタイみたいな、ちょっとなんていうのかな、バイパーってそうこうにいたじゃないですか。ああいう感じ、どんどん、ね、うん、エージェントみたいな。そうなんですよ。で、あ、かっこいい、やったーとか思ってたら、本収録に行ったらなんか父が半分出てるって思って、うん、あれ全然違う。そうか、そんな変化があったの。森さんに聞いたんですよ、うん、あれかっこよかったじゃないですか、どうしたんですかって聞いたら、うんうん、可愛くないなって思ってとか言ってシンプル。今改めて考えると、バカテスとブレイブルーは
だいぶ役の感じは違う。うん、そうなんですよね。でやっぱりあのブレイブルーから見てくださった方って結構いらっしゃるので、その後にペルソナ5のひふみちゃんやった時に同じような現象が起こり、あ、そうか、また戻ってきた。そうなんです。証拠を知ってる方は、はい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 みたいな感じだったんですけど、知らない方がはぁみたいな。そうかそうか。でもひふみんは両方楽しめるみたいなところもあるんですね。ああ、そうなんですよ。でもひふみんも中二っぽいところは私台本いただいてなかったんで、プレイをして、え、こういうキャラなのってなったんです。ああ、そっかそっか。ボイスがあるとこだけ抜きで台本いただいてたんで、言ってよってなんか俺もアニメで拝聴したときはそんな感じかみたいな。でアニメで初めて撮って、もう分かんなくて監督に言いに行きましたよね、すいません、ちょっとゲームで撮ってなくて分かんないんですけど、どうしたらいいですかねみたいな。おー、あ、なるほどね。あ、じゃあアニメで完全にあそこの部分には魂が入った、ね、初っていうか。でその後 P5R でさすがにあるかなと思ったらなかったんですよ、なかった。なかったか。言葉出しの時にちょっと出るボイス、うんうん、一言だけは追加で撮ったかなって感じですね。ホワイトデーに中二病を披露することはなかったと。なかったんですよ。そうなんです。そっか、まあ、でもね、楽しみにしていただいてる方がいらっしゃるということで。そうですね、まさか私の声優成分っていうところをこうやって引き出してくださる方がいるとは思わず。大事大事よ、このラジオでもちゃんと引き出そうと思ってるからね、ゆくゆくね。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ最後もう1つ、ラジオネームはらぺこさんからいただきました。はいはい。磯っちさん、しょっちゅうナボナ食べてますが、推しのポイントを教えてください。ナボナね、ふわふわでこう中にクリームが入ってるところが好きなんですけれども、よくツイッターにナボナされてるよね。そうなんですよ。でも今ね、ナボナがなかなか手に入りにくい状況になってしまったので通販しようかすごく迷ったんですけど、難しいんですよね。25個とかナボナが来ちゃうと、ちょっとナボナ漬けになっちゃうもんね。貯蓄されている私もおやつがいっぱいあるので、その辺をなくしてからナボナ通販しようかな。亀屋万年堂さん、私をフォローしてくださっていて、とてもいい方ですよ、きっと。オリジナルナボナありですね。オリジナルナボナいいんじゃないですか。あのなんか横浜に工場があるらしくて、ナボナの皮だけとかを挟むやつ。そうですそうです。あの上のふわふわだけを販売したりとか、なんか自分の好きなね、例えばアイスを挟んでみたりとかできますぜっていう。肯定感が低いナボナを作りますか、はい、高まるナボナ。そうだ、高まるナボナ、ね、高まる。見学とか行きたいですね。ちょっと行きます、ね、コロナ騒動とか落ち着いたら行きましょうよ。夢が広がりますね。なんかこう、しるしるみしるって私番組好きだったんですけど、うんうん、懐かしい。ああいうのを番外編とかで撮ってみたい。やりましょう。ちょっと2人でナボナ工場へ。いいぞ。こういう時にソルトっていう会社はすごい頼りになるぞ。法人からのお問い合わせでね。そうですよね。模索してみましょう。ね、いや、いいですね。この展開にご期待ください、ま、ということで。こんなお便りから。お便りから。ここまで広げる。普通音はこんなところですかね。はい。はい、じゃあ皆さんの自己肯定感低めなエピソードをご紹介していきましょう。はい。ラジオネームナナヤさんからいただきました。はじめまして、磯村さん、橋本さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ラジオ番組にこういったものを送るのは初めてなのですが、ありがとう。大好きな磯村さんに読んでいただきたいと思い、エピソードを送らせていただきました。ありがとう。すーありがとう出ちゃうね。すーありがとう。さて私の自己肯定感低いエピソードは、中学2年生の時に撮ったクラス集合写真で、笑顔がブサイクと男子の同級生に言われトラウマになり、それ以降写真を撮られる時は笑顔が出てきません。家族写真でも笑顔ができずに困っています。はは、なるほど。なるほど。写真苦手ですよ。コスプレとか私やってたんで、撮られたガールだろって思われる方すごいいらっしゃるんですけど、全然違うの。あの好きなキャラクターと、あのオソロの服を着たいっていうか、ペアルックなの私がやってるのはっていうところを皆さんに知っていただきたい。そうなんだ。あのもちろん似合うから着たいっていう方とかもいらっしゃると思うんですよ。それはそれで全然いいし、あのこちらとしては目の保養なんでありがとうって感じなんですけれど、私がやってる場合はなんかあの、例えばですよ、憧れの先輩が持っているクリアファイル同じの買っちゃったみたいな、そのノリ、コスプレしてる写真だったら別に撮られても大丈夫とかではない。
単品がきついんですけどあのみんなで楽しく世界観を作っている写真とかは、うんうんうん、その世界の日常を切り取ったようで好きなんですよ。なるほどなるほど、まあ、でもわからんでもないかもしれない。あ、よかったよかった。僕も実はちょっとコスプレしたことがあるんですけど。おー、初耳。僕はあれなんですけど、ストリートファイターからはいはい、ユン君っていうなんか中国の帽子かぶって、ユンとかヤンですかって今聞こうと思ったやってくれって言われてコミケでユンをやってたことがあるんですけど、はい、あの時はね写真は大丈夫だな。それはなんかこう、まあ、ちょっと隠れてるじゃないですか、うん、ユンヤンって帽子があるから、まあ、確かに自分ではない感はねありますからね。うん、でも写真は苦手だね本当に、うん、何回撮ってもブッサイクになりますよ、うん、そうなんだよね本当に、悲しいね、うん、でもこれはね、うん、男の子特有の褒めてるやつかもしれないんでね。 あるな、まあ、ちょっとねニュアンスが分かんないけど、なんかやっぱりちょっと気になってるからこういじりたくて言っちゃったんじゃないのかな。中学2年生なんてもう小学生とほぼ同じですから、分かるわ。でもすごく分かる、うん、これあれだね、分かるねっていうやつだね。ははは、確かに気にしちゃダメだよとかってね、こういう話ってなると思うんですよ、うん、でも ね、うん、気にせずにはいられないし、めっちゃわかる。うもうね、ニコニコ動画とかだと私すっごいブサイクとか出てくるからねわかるわかるみたいな。自分も気にするタイプだから気にしなくていいんだよってやっぱ言えないんだよな、これな。でもこういう悪意のある一言ってすごい自分の心に深く刺さってしまうけれども、あれ意外とみんなそんな気にしてないなっていうところが絶対あるから、うんうん、なんかそういう人もいるんだっていうことは忘れずにいてほしいなっていうことと、うん、あとね、なんかね、やっぱ写真がないと寂しくなることがこのコロナの時期になって、私もあまり極力撮らないようにしていたんだけれど、あ、みんなでもっと撮っとけばよかったなっていう、うん、それは思うかも、うん、こうみんなでね、あの家族で集まってるその空間を切り取って楽しそうにしてるなとか、そういうのを視点に入れてほしいっていうか、顔がどうこうとかではなく、いいアドバイスだな、うん、これ、うん、マジで、いや、いいアドバイスだコーナーとして成立している、やったやった、素晴らしい大成功だ。アドバイスをぶちかました磯地さん、はい、最近のホットな自己肯定感低めエピソードございますか。あ、ありますよ、あるんだあるんで、ちゃんとね、あの現場猫のガチャガチャを見つけて、うん、私はゲットすることができたんですけど、最初の1回目がですよ、300円入れたら飲まれちゃったんですよ、うん、出てこなかったのか、多分5回ぐらい回したのかな。それで、あの最初の300円どうしようかなってなるじゃないですか。でも、あの今この5個ぐらい持ってる私が、うん、最初の1個が出なかったって言って信憑性があるのかってことと、うん、結構な大人が300円ごときでこの人言ってきたのみたいなことを思われたらどうしよう。大人ですし300円ぐらい我慢しますかみたいな気持ちなんかその出なかったっていうあれがないじゃないですか、証拠というかね、証拠が、もしかしたらね、難癖をつけて300円そうなんですよ、言っているやつかもしれない、こいつコンプしようと思ってるんじゃとか思われたらやだとかなるほどな、まあそうか、なんかただ運の悪い話かと思ったら本当にちゃんと自己肯定感の低い話だったでしょしかもなんかほらツイッター見たらついにゲットだみたいな結構いいエピソードだったと思ったのに、あ、そこにただし最初の300円は闇に飲まれたって書こうか迷ったんですよこらえた、グッと。まあでもなんか全部揃った感、あのシークレットは知らんですけど、うんうん、まあとりあえず全部揃ったからよかったってことでいいかってでもね、その300円で持ちつけたらシークレットが当たってたかもしれない、ね、そうなんですよね、怖いな、ね、こういう話と、はい、いうことでですね、今回もあのたくさんのお便りありがとうございました。では今週のコーナーに行きましょう。エゴを紐解け、深層心理診断。番組オリジナルの心理テストに挑戦し、我々パーソナリティのエゴを深く深く探っていくサイコロジーなコーナーです。ひくらじ深層心理診断は50万人を診断した性格ナビ開発者のゆきレモン監修となっております。あのゆきレモンさんとはどういうつながりなんですか、うん、前にお仕事を一緒にさせてもらったことがあって、ほうほう、結構その時から性格診断みたいなやつを彼女は得意としていて、なんか結構あれよあれよという
うちに50万人も診断した、診断している、そう、実績をお持ちになられた、友達です。だからなんかこう、はい、雪レモンってちょっとフランクな感じに3つけるかレモンで終わるかちょっと悩んでるところなんですけど、一旦じゃあ、雪レモンって言い切っちゃおうかなって今思ってるって感じですね。もう私は雪レモンさんって言ってるから大丈夫じゃないですか。そうですね、ちょっと曖昧な感じで。ちなみになんですけど、はい、このコーナー、うん、私はね、待ってましたなコーナーなんですけれど、うん、番組の0回の感想で、はい、パーソナリティとかでやっても放送できるところでしか言わないだろうから、うん、本当のそういう心理っていうのはわからないんじゃないかコメントがあったんですけど、違うの違うの、はい、我々がやってるのは、うん、まあなんていうか、 お手本的なね、ぜひね、皆さんもね、あれそうかなとか、ね、まあ、ちょっと違ったとしても、うんうん、もしかしたらこうね、積み重なってったら、このコーナーが、うん、あれ知らなかったけど俺そうかもみたいになっていくかもしれないから、ぜひね、皆さんやってくださいねっていう、うん、そうですね。じゃあ行きますか。読みますよ。待ち合わせ時間に相手が1時間ほど遅れてやってきました。その時あなたが取る態度は4択です。 1. 自分が約束の時間を間違っていたんじゃないかと思う。 2. 相手はやむを得ない事情で連絡が取れなかったと思い、会えたことを素直に喜ぶ。 3. 遅れているのに連絡がなかったことに対して怒りの感情が湧く。 4. 自分との時間を大切にされてないと感じ、自分はその程度の人間だと虚しくなる。ははー、さあ、磯地先生、これはね、難しいですよね。今って LINE とかがあるから、うんうん、連絡がないことに対して、まあ、そうね、そうね、結構なんか一気に怒りって出ちゃうじゃないですか。おいって、連絡ほんと1時間ほど遅れてやってきたことって全然あるんですよ。中学生の頃とかは携帯禁止っていうか、でもその時は普通に、まあそうか、そうね、会えたことを素直に喜んだな。ちなみにその時は友達が自転車で、うん、待ち合わせ場所に向かってる間すっ転んじゃったらしくて、はい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 、服が破れちゃったんですって。でそれを着替えてから来たから1時間遅れちゃったっていう、なんか本当に事故に遭っちゃったのかなとか思って心配しながらも、はいはいはい、待ってたらやっぱりね、どうしたの、うんうんうん、みたいになったな。じゃあそっちは 2番って2なんですかね。でも最近はもう3ですよ、うん、ひどくついてるやんみたいな一言 あるでしょみたいな。確かに連絡は取りやすくなってるもんね、途中でね。そうなんですよね。だからちょっと違うかもしれないけれど、怒りって言ってもでも本当にもう絶好だみたいなことはないから、うんうんうん、身寄りの最近さんみたいななるほどなるほど。ちなみにハッシーは、今日ハッシーと呼びましょう。はい、ハッシーはですね、はい、4番でしたね。はあ、これは一番ないと思ってたやつだこれでも正直相手によって違うのはある。あ、まあまあそれそうですよね。なんでちょっと僕はこれを相手を一旦イソッチに置き換えた、はい、もしイソッチだったらって考えたら、あ、なんか俺イソッチにとってみたいな気持ちに なるなっちゃうかもしれない。レザー早くしなきゃいや、そんな、いいのよいいのよ。これで何がわかるんですか。はい、私はこれちなみに知らなくって、ハッシーは回答を見る前に選択してたっていうね、そういう感じですからね。はい、この質問で分かることは、あなたの人生の構え、はい、人生の捉え方は4つに分類できるんだって。で、ほうほうほう、幼少期の両親とか周囲との関わりを通して、うん、自分と相手をどういうふうに捉えたら自分が安全に生きていけるかっていうのを、まあ、大体10歳ぐらいまでに選択するんだって。へー、だから10歳までに構築されたまあ、考えなんですよね、これね。へえ。で、この選択がその後の人生に対する基本的な構えになって、うん、どんどんこう強化されていく、そっちの属性が強くなっていくっていうことが多いんだそうです。こう。で、じゃあ、そっち3番にしとく？でも最近は3だから3かな。じゃあ一応3にしときましょうか。はい。でも、まあ2もありましたよっていう話です。2も、はいはい、そうですね。で、1番、自分が約束の時間を間違ってたんじゃないかと思うって人は、私は間違っている、あなたは正しい。スタンスの人らしいですね。ほう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 。となんかね、これ分かってきましたよ、うん、私3番が何なのかな2番は私もあなたも正しい。はあはあ、なるほどなるほど、うん、全肯定してる感じですかね、うんうん、で3番は私は正しい、あなたは間違っている、ほう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 、というスタンスなので、だから意外とこれだけ見ると、うん、
自己肯定と言ったらいいのかな、どうなんだろう、なんか高い気はしますよねこれで言うと、うん、でも自分が面白いとか思っているものに対しては、うんうん、めちゃめちゃ私すごいんですよ、うん、ああ。なんかペルソナストーカークラブとかの編集とかも、うんうんうん、ここだけは本当絶対書いてくださいみたいな押し通してる感じはあったので、あ確かにね、うん、このラジオの編集について話した時も、うん、イソちゃん結構やっぱしっかりしたもの持ってるなって思って、なるほど、じゃあ自分が生み出すものにはプライドがあるけど自分にプライドがないなんか複雑な人だな、はい、で今日よ4番ですけど、4番は、はいはい、お待たせしました、私もあなたも間違っているっていうスタートこれあれですよ、みんなでも死のうみたいなこの答え見てから答えをやっぱり4番じゃないやつに変えようかなって思ったんだけどちょっと正直でもやっぱ4番だみたいな、人によって違うけどやっぱ4番を選択しがちかなと思いました。なんかやっぱしおしおしてっちゃうんですね、うんうん、きっと。さっきのちょっと話あったけど、いそっちと連絡を取ってる時にまだこのラジオ始まる前に、はい、結構連絡が来なかった時にうーんみたいな、なんかもう俺はその程度の人間なんじゃないかって思うことはなくはなかったかもしれない。なるほど、まあ、なんかまあ考えすぎるのかもしれないけどね、僕がね、きっとね。なるほどね、なんかね、うん、多分私 iPad で文字を打つのがすごい苦手で、うんうんうん、はいはいはい、でパソコンになるまでちょっと残しとこうみたいになって、ね、うんうんうん、結構それなんですよねラグは。でもね、そっちとこのラジオやってからは全然気にならなくなった。あらあら、なんですかね。なんか俺も同じタイプ、結構最初に連絡が来て、ほう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 、あこれ今ふわっと返すんじゃなくて後でしっかり考えて返そうって思うタイプの人だから。なるほど、それそうだ、こいつもそうだっていうのが分かった。あそうそうそう結構本当に根っこの部分まで似たパターンの人だって思っちゃったら気が楽になったっていうのはあるかもしれない、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、というね、パーソナリティの絆を確保しつつですけども、はい、皆さんのね結果はどうだったんでしょうかね。どうだったんですかね。なんか補足として、通常は複数の質問で判定するんでもうちょっとこうしっかりしてるんですけど、まあ、今回は簡易的な診断になってるのに違うとかはあるかもしれないんですっていうお話でございました、うんうんうん、で皆さんもね、そういう結果傾向にあるんだって思いつつね、うん、どんどんね深層心理診断を深めていきましょう。はい、以上深層心理診断でした。ひくらじということでエンディングです。はい、あ心理診断こういう感じなんですね。今後どんな診断がされていくのか、うん、ちょっとドキドキしますね。もういそっちはなんか自分のどういうこと知りたいとかって、結構私もしかしたら、うんうん、二重人格とは言わないけれどもペルソナがあるのかもって思ったんですよ、さっきの聞いて、うんうんうん、なんか作り出すものにはすごい信念があるけど、はいはい、自分には信念がないみたいな、なるほど、完全にこうトラウマが力になってるみたいな感じになっちゃってるから、なんか二面性みたいな話ね、なんか二面性とかあんのかなみたいな、はいはいはい、裏表はないと思うんですけど、うんうん、まさにだから隠されたエゴがある、ね、あるのかもしれない。なんかじゃあちょっとねそのあたりに迫るような診断とかも今後できたらいいですね。なんかお仕事、うん、お仕事関係のこう、確かに確かに、うん、なこだわりを持つポイントとか ね、うんうん、そういうのがあると面白いかもしれないです、うん、私が面白いだけかもしれないけど、まあ逆になんかね、この番組聞いてくださってる方もこんなこと知りたいよ、あどうなのみんな恋愛とか、うん、恋愛とか知りたいの、どうなの恋愛かなんか学生時代の時とかこう心理診断 やりたいって、私女子校だったんで結構女の子多くて、大体、はいはい、みんなそういう感じよね、なんか、うんうん、相手に尽くすタイプとか、わーちゃーとか、はいはい、ちなみにイソチはどんなタイプ、あそれね全然覚えてないんですよもうイソチのさそこら辺の甘酸っぱい思い出が大体なんかブラックボックスだったね。そうなんですよね、あまあ女子校だったからっていうのもあるかもしれないな。あそうなんですよね、女子校でどうやって付き合うの、なんか なかったんですか、ロマンス女子校ないですね全く。あの演劇部で男性役をやっている宝塚的な感じで、はいはいはい、あーなるほど、で人気の先輩とされている子と私はなんかずっと同じクラスっていうことがあって、体育祭とかでは手をつないでこうダンスを踊らなければならないみたいなことがあって、うん、あら周りからすごいいいなみたいなとか言われることはめっちゃあったけれども、うんうん、そういう甘酸っぱさしかないよっていう僕はちょっとねここら辺は
今後番組内でいろいろ掘っていこうかなと思ってるから。お、男子校と女子校のじゃあ話になるんですね、これ。もう俺の話は別に聞いてもね。男子校の話めっちゃ気になるから、じゃあちょっとそのあたりも今後ね。ということで、ひくらじでは皆さんのお便りを募集しています。番組の公式暫定サイト URL が番組概要欄に書いてありますので、そちらからお気軽にお願いします。募集しているテーマは質問感想など自由にお送りください。ふつおた、心理テストの方ももしご希望あればこちらにお願いします。もしかして私エゴ弱すぎと感じたエピソードを投稿してください。自己肯定感低めエピソード、この番組をより多くの人に聞いてもらえるように我々に挑戦してほしい企画をお待ちしています。自己肯定感向上ミッションの3つとなっています。ということで、自己肯定感低めラジオ、今週はここまで。お相手は磯地こと磯村智美と橋本優希でした。バイバーイ、バイバーイ。